チャールズ・デ・ロングはアメリカ合衆国ニューヨーク出身の政治家、外交官。西部の弁護士から国政に進出した。ニューヨーク出身。20歳前にカリフォルニアへと移住し、交付などとして働いた。弁護士、ついで1857年には州会院議員となり、2期務めた。1869年から1874年の間、 日本駐在のアメリカ講師を務めた。はじめは、便利講師で、後には、特命前権講師となった。1871年に派遣された岩倉、施設団に同行して、一時帰国。日本の施設団の通訳や、その他の面倒を見た。その間の事情は、久米国竹、米欧海乱実機などに詳しい。デロングは、この頃、 アメリカの中央政界に打って出る機会を伺っており、中日英国講師のハリー・パークスとは、対日外交上のライバル関係にあった。デロングは、中米日本代表の森有則代理講師ともに、岩倉施設団副市の伊藤博文に対して、条約改正の本交渉に入ることを進言。伊藤もその旨を、対し、岩倉智美に提案した。岩倉もそれを受けて、 アメリカ国務省のハミルトン・フィッシュ国務長官に本交渉の回収を申し出たが不調に終わった。ありがとうございます。